アーマライト AR-50 はアーマライト社によって開発された単発式ボルトアクションライフルである。AR-50 は自身の重量と大型のマズルブレーキによって比較的小さいリコイルを実現している。重量はおよそ16キロ。重心は発射時のブレを最小化するため厚く緻密に作られている。機関部の外形は 変形に耐えるためアーマライト車特性の八角形型をしている。3辺のストックはアルミニウム製で取り外し可能かつ垂直方向に調整可能な肩当てがついている。AR-50 をベースに昇降系化しボックスマガジンを追加した。狙撃銃並みの精度で大光景、対人というより装甲車やヘリコプターの破壊まで。 守備範囲に収める、いわば特殊な兵器であるが、アーマライト社はポスターを制作するなど、販売やイメージの維持に力を入れている。しかし2014年に制作したポスターは、ミケランジェロのダビデ像に AR-50 を背負わせたものであり、イタリア政府などより著作権の侵害は、元よりあまりにも強力な武器を背負わせることがイメージに、反するとして、猛反発を受け話題となった。 インターネットアーカイブより AR-50 のアーマライト公式ページ2007年11月12日の記録。インターネットアーカイブより AR-50 のアーマライト公式プレリリース2007年11月12日の記録。ミケランジェロの傑作がライフルで武装。イタリア文化館交渉が激怒の理由。産経新聞。 http://sankei.jp,msn.com/swest/swest, <ッ> affairs, news, 14321, 和布14兆321 0 0 7 1 6万 13N2HTM2014 年3月22日閲覧。ありがとうございます。